テンスアニバーサリー劇場版遊戯王超融合。時空を超えた絆は2010年1月23日公開のアニメ映画 3D 映画。テレビ東京系アニメ遊戯王シリーズの放映10周年記念クロスオーバー作品である。テレビ東京系でのアニメ放映10周年記念のスペシャル作品で歴代3作品遊戯王デュエルモンスターズ遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王ゴディーズの主人公が集結するクロスオーバー作品。テレビ東京、NASが制作する遊戯王劇場用作品としては初めての日本国内向けの作品であり、遊戯王を冠する劇場用作品としては通算3作目にあたる。3D メガネを通して鑑賞するスクリーンから立体が飛び出してくる本格 3D。セルアニメの長編映画としては、初世界初の手書きアニメの立体 3D 作品である。ワーナー・マイカル・シネマズ、東宝シネマズ、T・ジョイ、ユナイテッドシネマ等の 3D シアターで公開された。スタッフには、遊戯王シリーズに長年携わってきた、デュエル構成の彦久保正宏、脚本家の吉田真が参加。キャラクターデザイン、モンスターデザイン、総作画監督には、デュエルモンスターズ以来となる、加賀見崇裕が起用された。音楽は、ゴディーズに参加している、美濃部武隆、ボール5プロジェクトが担当し、同作からの曲が多く使われているが、GX からも、10代のテーマや、熱き決闘者たちのアレンジ版が使用されている。ゴディーズ監督の小野克己は監修として参加し、カード演出や使い方のチェック、レイアウトの指示などに携わり、劇中ではカメオ出演を果たしている。監督には様々なアニメ作品で演出家として活躍しているシリーズ初参加の竹下圭一が起用された。原作者の高橋和樹は原画スタッフとして参加しており、終盤で遊戯がカードをドローするワンシーンを描いている。2D で制作された映像は株式会社 Q テックにより 3D へと映像が変換された。特にDホイールやカードなど CG が使われる場面で 3D 効果が強調されている。同社の水谷は2次元のイラストで使われる遠近法の奥行きを 3D で再現することが難しく苦労したと制作を振り返っている。入場者限定として遊戯王号 D、ソスグカード、新進苦眼の黒龍が配布された。キャストにはテレビ番組、先読みジャンバンの司会のアメリカザリガニの柳原哲也と平井義行、南明奈がゲスト出演している。遊戯王ゴディーズにおいては公開前から番組冒頭とエンディングに映画の宣伝が組み込まれた。番組冒頭では9週にわたって劇中で使われる9種類の新モンスターを紹介している。映画の試写会の模様や主演3声優のアフレコ収録風景なども合わせて放送された。また、映画の公開期間中はオープニングとエンディングが映画の映像が盛り込まれた特別仕様になっている。また、ゴディーズ本編と設定や世界観を共有しており、本編にも関わっている。2010年1月 23.24 日の初日2日間の週末興行収入ランキングでは、初登場6位となっている。2011年2月26日より全米にて公開。ただし、通常のロードショー上映ではなく、日程を2月26日27日及び5月5日6日に限った限定上映。これを皮切りに、順次ヨーロッパ圏やアジア各国でも上映された。また、日本でも世界公開記念と題し同日より、ワーナー・マイカル・シネマズで、アンコール公開が行われた。また、ゴディーズ本編もそれに合わせ再びエンディングに映画の映像が盛り込まれた。アンコール上映では本編映像の後に特別映像として遊戯王ゼアルの本編がダイジェストで公開され、来場者には下敷きが1枚配布された。表はゼアルの広告となっており、裏はデュエルモンスターズ GX、ゴディーズのどれかで1作品で使用されたカードが紹介されている。こちらは映画で使用されたカードのイラストやテキストも含まれている。2011年6月15日に DVD とブルーレイソフトとして販売された。3D と 2D の2種類の映像が収録されており、3D 映像はサイドバイサイド方式となっている。初回特典に前日の新真紅岩の黒龍1枚と描き下ろしスリーブ、ブックレットなどが封入されている。未来から来た謎の敵、パラドックスによって不動遊星のスターダストドラゴンが奪われてしまった。不動遊星はパラドックスを追ってタイムスリップし、精霊と通じる友情10代と伝説のデュエリスト、武藤遊戯に出会い、3人はパラドックスとの壮絶なデュエルを繰り広げる。この2人は GX にも登場している。パラドックスが使用するカード。パラドックスが身につける仮面と同色の鎧を身にまとっている。パラドックスは新モンスターのことを対になるモンスターと表現しており、遊戯は新モンスターから闇の力を感じ取っている。イラストは元のモンスターの構図を左右反転させたような姿になっている。新とは新しいと罪を意味するダブルミーニングである英語名においては、新を使用すると関係ないカードも含まれるため、名称が有害なを意味するマレフィックが使用されている。パラドックスは各時代で集めた最強のモンスターたちを新モンスターに変化させてデッキに加えており、新青岩の白龍、新真紅岩の黒龍、新サイバーエンドドラゴン、新レインボードラゴン、新スターダストドラゴンの5種を使用している。新モンスターは元となったモンスターをデッキから墓地に送ることで手札から特殊召喚ができるが、フィールド魔法、新ワールドがないと破壊されてしまう。オフィシャルカードゲームでは効果が異なり、5種のモンスターたちは元となったモンスターをゲームから除外しなければならない。フィールド魔法は新ワールド以外のカードでも代用できるが、それらの新モンスターはフィールド上に1体しか存在できない新モンスターが表則表示で存在する限り、他の自分のモンスターは攻撃宣言できないというデメリットがある。ただし、新パラレルギアは唯一召喚条件に指定がなく、2つのデメリットを持たない。この他に、新モンスター同士でシンクロ召喚する新パラドックスドラゴン、それが破壊された時に特殊召喚できる新トゥルースドラゴンといった切り札を使用する。なお、その2体は他の自分のモンスターが攻撃宣言できないというデメリットを持たない。ありがとうございます。